きめきメモリアルガールズサイド3、せいちゃん親友ルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回はついにね、せいちゃんが親友に突入したところですね。で、今日はね、たまおさんとのデートにお誘いしようかな。はい、今野です。あ、今野先輩ですか？藤谷です。君か、どうした？6月13日に森林公園に行きませんか？いいよ、どこで待ち合わせる？じゃあ6月13日に公園入り口でどうですか？うん、構わない。それじゃ。よかった、早く6月13日が来ないかな。体育祭か。今日は体育祭、よし頑張るぞ。鉢巻きしなかったけど大丈夫かな。そういえばあんまし気配りが高くない。さてと、何の競技に参加しようかな。タワオと玉入れしよう。うん、玉入れに出よう。私のチームは、あ、河野先輩。藤谷さん、よそ見しながら歩くと危ないよ。よかったら一緒に玉入れに出てもらえませんか？チームメイト探しか。うん、僕でよければ役に立てるといいんだけど。お前が敵か、ラッキーだな。よーい、はじめ。えい、よ、いや、よ、えい、いや、えい、よ、いや、いや、えい、いや、えい、いや、えい、よ、えい、いや、よ、いや、えい、いや、よ、いや、えい、よ、いや、えい、えい、いや、えい、えい、いや、えい、いや、よ、えい、いや、えい、いや、いや、えい、よ、いや、えい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 、いや、あれ、全然圧勝だったよかった。やったな、君の活躍のおかげだ。面白いように入ったな。やったね、頑張ってよかった。最後はフォークダンス、そろそろ始まるみたい。次はゴンの先輩だ。よろしく。悪いけど僕のリードは期待しないように。次は設楽先輩だ。なんだお前か。足踏んだら呪うからそのつもりで。気をつけます。次は、あ、ルカ君だ。しおりちゃん、俺と踊ろうぜ。よろしくね。で終わりかな。
今年の体育祭はこれで終了。さて、家に帰ろう。はい、じゃあ今日はタバオさんと、森林公園に行ってきたいと思います。先輩、まだ来てないみたい。おや？ちょっといいですか？ねえ、彼女、ひょっとしてナンパ待ち？あ、っていうことは？え？もう？もう、あれ？好き状態になったの？早っ。早いな、おい。いえ、待ち合わせですから。そっか、俺を待ってたんだ。ごめん、お待たせ。やめてください。藤谷さん、遅れてごめん。あれ、そっちの人は？今野先輩、いきなり話しかけられて困っちゃって。ナンパか。人の恋愛のやり方に口を出す気はない。ただ彼女は困ってると言った。だったらなんだよ、どうするつもりだ。とりあえず出るとこに出ようか。へえ、なんだそれ。そんなの怖くもなんともねえし。僕は乱暴なことをしたくないだけだ。でも君がそういう態度なら実力行使だって構わない。彼女、こんなおっかないやつやめて、俺と遊ぼうぜ。嫌です。バッサリかよ。もういいよ、めんどくせえ。じゃあな。助かりました。ありがとうございます。僕が遅れたせいだからな。弱い相手でよかったよ。行こうか。噴水の方に行ってみよう。少しは涼しくなれるかもよ。はい、暑いですもんね。日差しが強いな。噴水の近くでも暑そうだ。これたまみの話してくるんじゃなかったっけ。お肌が焼けちゃうよ。日焼けにはキュウリのパックがいいらしいよ。母と姉が毎年やってるから、多分効き目があるんだと思う。うん、いい感じだよね。楽しい時は過ぎるのが早いな。君が一緒だと、なおさらそれを実感するよ。生指がじゃあもう来るか。え、早かったな。ああ、その…え？しおりさん。君のことをこれから名前で呼んでもいいかな。どうだろう。もちろんいいですよ。じゃあ次からはそれで。やった。なんだかちょっと照れるかも。時間があるならもう少し付き合ってもらってもいいかな。じゃあ、毎回のことですが、追加デートはね、一途ルートで、たくさん楽しんだので、今回もカットしていきたいと思います。はい、大丈夫です。よかった。ちょっと寄り道していこう。はい。ありがとうございます。家まで送ってくれて。どういたしまして。それじゃ、またね。今野先輩に送ってもらっちゃった。あ、今週
かしたら月光が来るかもしれないんですけど、一応あれこれで2回目になるよね。またね、今回も例のね、親友ルートで一番大変な励ましイベントの方を、ちょっとまだね別撮りはできてないんですが、これからちょっと別撮りして、次ね月光が出たら、編集して入れたいと思います。あ、今野先輩だ。さあ、どうか。今野先輩。よかったらお茶して帰りませんか？そうしたいのは山々なんだけど、まだ用事が残ってるんだ。そうなんですか。うん、ごめん。それじゃ。残念、一人で帰ろう。なんだよ、頭痛と腹痛が一度に来たような顔して。落ち込んでるんです。私嫌われちゃったのかも。よかったじゃないか。好きと嫌いは紙一重って言うし。うじうじ考えててもしょうがないだろ。今日はもう思考停止しとけ。後でスイッチ入れてやるから。って言ってたらすぐ来たね。今週はバッチリ。バンビと一緒だと私も調子がいいんだ。バッチリって感じ。やったね。あ、今日は部活の日か。ああ、誘ってきた。あ、ここにいた。誘ってくるようになるよね。そうですね。今野先輩、どうしたんですか？君の予定を聞こうと思って。今度の日曜日なんだけど、どうかな？今度の日曜日は、せいちゃんを誘おうと思ってたんだけど、まあ、いっか。はい、大丈夫です。臨海公園に行こうよ。行きます。やった。それじゃあ当日どうしようか。今度の日曜日に羽ばたき駅で待ち合わせでどうですか？うん、そうしよう。それじゃ楽しみにしてる。今度先輩からデートに誘われちゃった。しおりさん。その服で来たの？今野先輩、いらっしゃいませ。ここにある花束って玄関に飾るのに向いてる？はい、季節に合わせたアレンジですからちょうどいいと思いますよ。少しずつ違うな。君はどれが好き？私だったらこれです。どんな雰囲気の玄関にも合うと思います。なるほど、君にプレゼントするならこういうのかな。なんてね。それをもらうよ。あと参考にもなった。今野先輩たら。日曜日足りるかな。来月ね、2回じゃないや、せいちゃん、あ、でも玉尾さんはもういいからいっか。別に
そうだよね、せいちゃんとのデートだけどうにか死守できればいいから、ここはちょっと来月のお誘いに使いたいよね。うん、どうにかなるな、よし。まあ、とりあえず、玉尾さんと今日はじゃあ臨海公園の方に行ってきたいと思います。かな、あれ今野先輩早いですね。ふん、早く来すぎたんだ。なんだかかっこ悪いな。どうしてですか？ほら、小学生の頃遠足前だけ早く来るやつっていただろう。それって遠足が楽しみだからですよね。まあそういうこと。やっぱり恥ずかしいな。さあ行こう。いいな、その服。本当ですか？うん、こういう言い方で合ってるかわからないけど、お人形さんみたいだ。今野先輩、こういうのが好きみたい。その色、流行ってるのかな？何色かしら。そうみたいです。もしかして変ですか？ううん、逆。すごく似合ってる。やった、今野先輩に褒められちゃった。あんまり好きじゃなかった気がするんだよな。レンガ道歩きませんか？レンガ道ね。じゃあ行こうか。ここって独特の雰囲気があるね。こっちで行くか。散歩にはちょうどいいですね。そうだな、少し歩こうか。そこ段差あるから気をつけて。うん、いい感じだよね。君といると一日が本当にあっという間だ。また付き合ってもらえるかな。時間があるならもう少し付き合ってもらってもいいかな。はい、大丈夫です。よかった。ちょっと寄り道していこう。はい。ありがとうございます。家まで送ってくれて。どういたしまして。それじゃ、またね。今野先輩に送ってもらっちゃった。帰ろっと。しおりさん。今野先輩、帰るとこですか？いや、図書室でちょっとね。君たち、夏場イベントがすごい多いよね。あ、設楽先輩もいたんですか？いて悪かったな。帰るのか？そうですけど。じゃあお前も来い。今度が勉強見てやるって。え？よければ一緒にどうぞ。うん、それじゃあ。こうですか？どれどれ？うん、全部合ってる。飲み込みが早いな。
こんな先輩の教え方がうまいから。したら、集中力が切れた。まだ30分しか経ってませんよ。もう30分だ。誰のためにやってると思ってるんだよ。頼んでない。したらはいつもこうだ。分かってるならいい加減なれろ。そんなんじゃまた赤点だぞ。補習で夏休みに登校しなきゃならないんだぞ。今やっとかないともっと面倒なことになりますよ。そうそう、あとちょっと、ここまでやればいいから。なんか昔のこと思い出した。え？小学生の頃、宿題やる俺の横で両親がそんな感じだった。それ僕が父親で。私がお母さん？なんだよ、急に静かになっちゃって。したら先輩が変なこと言うから。思ったままを言っただけだろ。ほら、教わってやるからさっさと教えろ、父さん。父さんって言うな。年上の子供ができちゃった。多いからめきめき好感度が上がってんじゃないかっていうちょっと不安がちょっとそれはね困るんですけどね。あ、今週も誘われなかったから今のうちに誘っちゃうかね。ここファッションチェックショット行きたいな。今のうちに誘っちゃおう今月のデート。ここも誘われないはずだからね。です。あ、藤谷ですけど。なんだお前か、どうした？7月25日に遊園地へ遊びに行きませんか？なんだよ、あいつ誘って断られたのか？違いますよ。別にいいよ、暇だし。あ、じゃあ7月25日にバス停でどうですか？わかった。まあ楽しみにしとく。よかった、早く7月25日が来ないかな。あ、テストか。明日から期末テストだ、頑張ろう。今回は50位以内に入れんじゃない？そろそろ。テストの結果が貼り出されてるみたい、見に行ってみよっと。お、入れた。結構いい順位。しおりさん。あ、今野先輩。調子いいな。このまま1位も夢じゃないんじゃないか？なんて僕も関心ばかりしてられないな。気を引き締めないと。頑張ってよかった。ちょっと早すぎるんだよな。1、2、3、4。あー、そうだな、ちょっと待って。あ、でも第3日曜が、あ、そっか1、2、3、4。あ、一緒だね、今日誘っても。
どこで誘っても一緒だった。でもさすがに毎週潰される可能性はないから8月入ってからでいっか。あれまだ部活じゃないよね。ちょっと暇な時に寝とかないとね。よかったんだけど。じゃあちょっとまだ終わりにするには早いかな、少し早いので、ちょっと今日はね外出して、ファッションチェックの方を受けていきたいと思います。じゃあデートに行って終わりにしようかな。今日は、せいちゃんと遊園地にね行ってきたいと思います。遅れちゃった。したら先輩は、あ、もう来てる。遅れてすみません。誠意が足りない。ごめんなさい。遅刻するんだったら全力疾走で来い。それでも遅れたんなら許してやらないこともない。きっと許してくれないんだろうな。そういう格好をすると大人っぽく見えるもんだな。どうですか？悪くないんじゃないか。そう来るなら俺も合わせればよかった。設楽先輩こういうのが好きみたい。何か乗りたいものあるのか？乗るっていうか、あなたが好きだ。お化け屋敷に入りましょう。ああ、いいな。面白そうだ。今出てきたやつの顔、青ざめてたな。くだらない。これだっけな。怖いけど面白かったです。よくやった。お前がキャーキャー騒いだおかげで余計に雰囲気出てたぞ。うん、いい感じだよね。悪くはない一日だったと思う。多分まあこんなもんだろう。あいつを誘う自信はついたんじゃないか。どうしよう、ちょっと話を聞いてもらおうかな。設楽先輩、ちょっと聞いてもらいたいことがあるんですけど。ところで設楽先輩。なんだ。この人って普通どんなこと考えてるんですか？普通？はい、普通。なんだそれ。俺に一般論を求めてどうするつもりだ。あ、じゃあ設楽先輩は。
じゃあってなんだ、じゃあってついでみたいに言うな。すみません、したら先輩がいつもどんなこと考えてるかすごく知りたいです。現在の世界における日本政府のあり方についてとか、今後の経済動向についてとか。嘘だ。すみません、家まで送ってもらっちゃって。散歩にちょうどよかった。じゃあな。設楽先輩に送ってもらっちゃった。はい、じゃあ今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。